はい、ドラマーの倉橋です。全然ドラマを叩いてないドラマーの倉橋です。今日もね、音楽理論、今日はコードのメジャーとマイナーというものをやります。ようやくここまで来ましたね。コードのメジャー、マイナーとは何ぞやという話です。さて、説明欄の一番上に貼ってあるリンクを押すと、ここのトップページに行きますけど、それのドラマーにも分かる音楽理論講座、ここを開いてもらって、その中のゼロからの音楽理論、さらに目次が進みます。目次になりますけど、その中のコードの表記というものが書いてありますけど、コードの種類、コードの表記、そのメジャーとマイナーというところですね。今日はここです。ここにありますけど、ね、こういうふうになってきたんですけど、音楽理論の、ね、順序よくやることがまず一番大事です。混乱を招くからなんですね。ここに書いてありますけど、それをね、ちゃんと区別できてやっていけば、そんなに難しいことじゃないんです。ね、そんなに難しいことじゃないです。なんですけどね、言葉が難しかったりするので、うん、そうですね。で、それが一つがまた、このメジャー、マイナーなんですけど、じゃあちょっと説明していきますね。よいしょ。メジャーもマイナーも頭文字が M なんですよ。ね、同じ M なんですよ。これもね、まああれなんですけど、でメジャーの場合はね、大文字の M だったり、小文字の場合は M でマイナーだったり、ね、そういうふうにして使い分けてる時があります。あとは曲にも長調短調ってあるでしょ。長調メジャーですよね。短調はマイナーですよね。メジャーキー、マイナーキー、同じメジャー、マイナー使っちゃうんですよね。これもだからぐちゃぐちゃになる。これはここに書いてある。ね。もうごちゃごちゃですね。でも今回は言ってるのはコードの話です。ね。コードのメジャーとマイナーの話をします。今日はね。で、それはコードが明るい響きなのか、暗い響きなのかっていうことなんですよ。で、それはどこでどうなって区別されてるかということを今日は学んでいくわけですね。それだけです。で、そういうのを学ぶのには、まずトライアド。まあ、コードの勉強するのには、まずトライアドをやっていくのが基本です。で、今日はドミソとレファラを使って解説していきます。丸暗記してもらいました。コード。ドミソ C ですよ。ね。レファラ、D ですよとは言わなかったんですね、今まで。言えなかったというか、D じゃないんですよ、これ。ね、じゃあ何なんだ、これって Am なんですね。そうなんです、マイナーなんです。ね。そうなんです。これ、レファラというのは Am なんですね。じゃあそれ何なのかっていう話ですね。ドミソは C と言っても明るい響きしますよね。ね。でもレファラは、ちょっとなんか悲しげな。物悲しい、あ、分かんない。まあそういう雰囲気です。ね。まあでもそれもね、主観的な話になるんですけどね。長調短調なんて本当そんな派の話です。暗いか明るいかなんてその人に言っても違う話ですよね。なんですけどそういう話なんですね、長調短調っていうのは。だから音楽理論って言ってるけど、理論的じゃないですよね。そう、だからもうね、音楽理論厄介なところですね。はい。で、今回はそんなことはないです。物理的にちゃんと分かります。明るいか暗いかじゃないです。ね。まあ、こういう風になってると明るく感じる、こういう風になってると暗く感じるっていうのがちゃんとね、区別できますので、今日は大丈夫です。さて、じゃあ C ですね。明るい響きです。ここに書いてありますね。まあ、ここ主音。まあ C、ドですよね。主音というのがありますけど、主音の英語名でこう、コードを表記するわけですけど、主音と3度と5度。ね。ということなんです。じゃあ Dm も。Dm は、主音が D です。主音も同じです。主音。3度5度、主音じゃなくて D マイナーのもんで、主音と3度と5度で構成してるんです。ね。それでこういう風になります。同じじゃないかということです。ですけど、まあ、前々回やった時に、同じ3度でも、
超酸度と炭酸度っていうのがありますよっていうのをやりましたね。そうです。ドからミね、は距離的にはこれは 2.0 だと、半音を 0.5 とするとここから0、0.5、1、1.5、2、2となって、これは距離的には2になるんだと。でもレからファは半音 0.5、1、1.5、1.5 しかない。短いですよね、2に比べて。うん、だから短い方は酸度が単酸度になってる。そうです。これは酸度は同じ酸度でも こっちは超酸度、こっちは単酸度、この違いがあるんですね。そう、この違いがメジャーコードであるかマイナーコードであるかの違いです。前々回の時にも言いましたけど、3度と7度の音っていうのはコードの特徴を示すすごく大事な音だって言ってますけど、メジャーとマイナーを決めるのはこの3度の音です。それが単3度であればマイナー、超3度であればメジャーというようになりますね。これですね、ここに書いてありますね。今までの度数とか半音とか全音とかカチャ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 やってたけどね、必要だったでしょ大変なんだからこれを説明するのもでもしょうがないですよね。まあそういうことなんです。まあその中でね、いろいろ言葉がね、難しい言葉が出てきたり、もう言葉だけは難しいんですけどね、あとはごっちゃになるようなことがあったりするのがあるので、こう説明がいるわけです。でも要は順番をよく、あとは実体験でね、あ、明るい感じだな、あ、なんかちょっと悲しいかもしれないな、じゃあ3度の音をどうすればいいんだ、あ、3度の音が 1.5 しかないから、距離が主音から主音割れですね、じゃあどうしたらいいのか、これを2にすればいいんじゃないのって言って、じゃあ 1.5 だから2にするには半音上げればいいじゃんと、ほら明るくなったね。でファラーだけどファがシャープしてますね。ね、でファシャープラ、これが D です。これが D、 C に対して D ですね。これだと D マイナー、これと比べると本当に明るい暗いっていうのが分かりますね。そう、3度の音が違うからです。これがメジャーとマイナーな感じです。で弾いてみてこういう風にやってみると、その違いもね、実体験として経験としても勉強できるんですね。だから覚えられるということです。こういう風にして覚えていかないとやっぱり覚えられないんですね。味噌汁、あ、やっぱりこれも暗いじゃないか、じゃあ真ん中半音上げればいいんじゃね、そういうことですね。ファラド、あ、これ明るいね、そして、あ、これも明るいじゃんね。ラドミー、あ、なんか悲しい、うん、なんか悲しい、じゃあ真ん中上げればいいじゃんね、なりましたね。じゃあシレファ、シレファ、ああ、もう悲しい、もうこれもう、じゃあ真ん中上げればいいじゃないか、なんか変だな、なんか変だなってことになる。そうです、これはね5度の音も違うんです。なんでかというと、シから始めると黒鍵が2つしかないでしょ、この間に。要するに黒鍵の音が2つ出てきてしまうんですね。黒鍵がないところが、これ見えるかな、白だからダメか、ここ黒鍵ない、ここ黒鍵ない。普通はね、普通のそれ以外のところは黒鍵ないところ1箇所しかないんですよね。なんですけどここ、まあ、もしくはここもそうなんだけど、ここは2つ出てきちゃうんですよ。だから5度の時にの距離がこれね、こうやってとか 0.5、 1、 1.5、 2、 2.5、 3.5 ですよね。 3.5 なのにここは 0.5、 1、 1.5、 2、 2、ここが超3とね、2、 2.5、 3、 これ3しかない。だから 3.5 だからもう1個上げなきゃいけないってことね。ということは明るくなったね。そうです、こういうことです。 B というのは C とレのシャープ、ファのシャープということになります。
ね、シーでファーが元の音なんで、この2つをシャープさせないと B にはならないよっていうことですね。こういうことです。こういうふうにやってみると分かって、でそう数えてみたりね、感じながらこうやってやると、ああそういうことなのかっていうふうに分かってくると思います。 B はレとファをシャープするっていう覚え方じゃなくてね、そういう言葉だけで覚えるんじゃなくて、あこうこうこうね、なぜならそういうことだからとね、いうふうにこういうふうに覚えていってくださいということです。まあ要するにね、音楽理論は実体験と感覚とそういうことを混ぜて記憶してってくださいという、まあブログの方に、ね、書いてあるんだけど、ブログの方には書いてあるんですけど、ね、こっちには書いてない。音楽理論は文字と言葉だけでなく感覚と実体験で学んでいくことっていうのが分かってきた頃ではないのでしょうかって書いてあるんですね。何を偉そうに言ってんだみたいなねまあでもそういうことなんですよね。なのでまあこういうふうにして覚えていくということです。はい、ようやくいろいろ音楽理論っぽくなってきましたね。そしたら次はこれはセブンス、ね、コードを弾いてみようということです。まあこれもすごく簡単だと思うので、そんな時間かからずやってきます。この辺になってくるとだいたいコードのね、話も、できるようになってくると思います。もうちょっとね、セブンスについてちょっとやって、でコード表記のね勉強しないとちょっとダメですけどね、コード表記の問題というのは、例えばこれはマイナーを表しますということでね、いろんな表し方があるんです。こうやったりね、他にもこうね、7度の音が追加されてることがあるでしょ。でそういうのもこれようやくできることになってきました。そういう話もね。でも今日はまあここまでです。ここまで少しずつね、10分ぐらいのね、いくつもいくつもやってますけど、まあこういうのはね、段階を経て一つ一つ覚えていっていくことが大事ですから、お付き合いください。あともう少しです。はい、今日はじゃあここまでです。ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。